ザガインは、ミャンマー北部、ザガイン地方域の都市。エイヤワディ川沿岸に位置し、対岸の都市マンダレーの南西約15キロメートルに存在する。エイヤワディ川中流域の政治、経済、交通の中心地である。また、多くの総員を要する宗教都市でもある。町には、ザガイングインスティチュート・オブ・エデュケーションと、サガイン教育大学の本部が置かれている。 中国で編纂された南昌野市に現れる織弓の地は、佐賀院に相当すると考えられている。14世紀初頭に、パガン王朝が滅亡した後、1315年から1364年にかけて、佐賀院には王朝が存在していた。佐賀院朝の次に成立した阿波王朝の時代、町は、王太子などの阿波王位の後継者候補によって統治、されていた。 1760年から1763年の間、ナな運動事業によって、サガインは一時的に、コンバウン王朝の首都に定められる。18世紀から19世紀半ばまで、サガインはビルマ面下を輸送する中国の商人の寄港地となる。1988年8月の8888 88、民主化運動では、サガインでも市民によるデモが行われたが、軍により、 約300人の市民が殺害された。町は、綿花、胡椒、塩、果実の集産地となっている。エイヤワティ川沿岸には、標高約600メートルの山が連なっており、複雑な地形の丘を形成している。サガインヒルには、多数のパゴダと僧院が混流されており、多くの僧侶が修行に励んでいる。丘の頂上に位置する、ソンウポンヤシンパゴダは、 階段で地上と結ばれている。また、頂上付近には第二次世界大戦で戦死した日本人兵士のために日本人が寄進したパゴダが建立されている。マンダレーとサガインは鉄道で接続されており、ミッチーナー、アロン軍区に向かう鉄道の分岐点となっている。ありがとうございます。